からかな。私も兄さんの気持ちは少しわかる。あ、ううん、自殺するとかしないとかじゃなくて、寂しいっていう気持ち。本当言うと、そうじゃなくても寂しかったんだけどね。でも、私には妹がいたから。私はお姉ちゃんだから、だから私の方が頼ったりしちゃダメだったんだよね。そう、寄りかかったりしたらいけなかったんだ。ありがとう。とにかく、ずっとずっとこんな風にして付き合っていこうよ。ね。学校が変わっても、就職しても。ね。約束だよ。じゃあ、バイバイ。まただ。Thank you.
です。すぐ押しつぶされるよ。とにかく撃ちまくって。みんな諦めちゃダメだよ、お兄ちゃん。諦めたらそこで終わりだから。エマちゃんは強いね。大切なものを守りたいなら強くならなくちゃ。私もみんなのことが大切だよ。ちょっと消えたの？
五助だって。お兄ちゃん、やったね。終わらない。絶対に変わらないよ。びっくりした。まるで死んでるみたいに目を見開いていたから。起きてる？まだ来てないけど。習慣を変えるのは難しいかなって。みんな、おはよう。なんだか小学校の時の集団登校みたいね。あら、そうなの？覚えてるわ、あの夏。さてと、じゃあ私は行くわね。行ってらっしゃい。
何？なんか見つめ合ってる？そのようですよ、隊長。じゃあ、この問題を国見。問題問題、当てられたんだよ。国語の教科書で英語は解けないだろう。起立。カカシみたいにぼんやりしていたね。